春日市東部市民センターは愛知県春日市中央台2丁目2の位にある複合公共施設。1983年6月1日開館。1968年に入居が開始された高蔵寺ニュータウンの中心施設とされる。春日市役所出張所、公民館、ホールの機能を有する。高蔵寺ニュータウンは1968年に入居が 開始されたニュータウンであり、1974年には中央台への入居が開始された。愛知県最大規模のニュータウンではあるが、ワンセンター方式が採用されている。1976年には中央台に大型ショッピングセンターであるサンマルシェが開店し、1983年6月1日にはサンマルシェの300メートル北側に東部市民センターが開館した。 2018年3月19日までは東部市民センターと書室があったが4月1日にグルッポ富士島に移転した。設計は黒川建築事務所、指向は木立木村。建物はホール胸と公民館胸の2つの部分に分かれており、ホール胸は局面の外壁を持つが公民館胸は箱型の建物である。傾斜地にあることから 公民館棟のメイン入り口は2階。ありがとうございます。